はいえーね、昨日は、昨日はじゃない動画送っていただきましてありがとうございました。即歌塾の久保でございます。えー、今回もですね、えー、ミスター、ミスター,、えー、C、C にね、メッセージを送らせていただきます。前回は、あの,あのお前の欠点はここだよっていうふうなことをね、えー、お伝えしました。で、かなりえぐられたと思うんですけども、これね、多分ね、他の人誰も言ってくれないと思うんですよ。逆に、分かってて言わずにそれを利用してるんですよ。こすいですね、人っていうのはね。 だから私はね、あこれは、篠きくん、ここに欠点があるなと。だったら、ここをつついていったら、もう自分の操り人形にできるなと思うから、こうなるのよって伝えるんですよ。なんだろう、こういうふうに見られてるぞと。少なくとも俺は見てるぞと。だから、そこを利用せずに、ネタしをして、そうじゃない自分になっていこうぜってことをお伝えしてます。だから、これがね、愛情ですよ。非常の情って言うんですけども、あの情けのないえ情ってことですよね。非常の情ですよ。うんまあこういうふうに、 一番ね言いにくいことを伝えてくれる人っていうのをね大事にしろよっていうなんか自分のこと言うと恥ずかしいんですけどもでも本当そうなんですよ愛情があるからこそあのここが一番いけてないぞと、うん、いう時もあるしやっぱりねうまくいく時とかは励ますこともあるしで、まあ、一緒にね体を張る時もある田、ね、島に一緒に行ったのすごく良かったね、うん、あの時ね先生の家に行って先生が名刺をね,ねおなんか取っててくれて。 あの島で5年間過ごしてきたことのああいうのが即席なんですよ、うん、あの人との関係が、ね、新之木君のおかげでまたつながったなと思うとねレモンまた取りに行こうねいやー感動しましたねで江田島でいろいろとまた台風の被害が受けてね、えーまあ、心配だよねなんか自分の身内のように思うじゃないですかその気持ちがすごく大事なんですよ、うん だからそこをね、あのー、きく君は自分の、もう本当に特徴ですわ、特徴というか、あれが長所ですよ、すごく。ああいう気持ちで仕事をする人はいないんですよ。本当にいない。あのね、やっぱりね、世のため人のためとか言うけど、結局ね、あの報酬もらわないと働かないとか、ギブアンドテイクとか、ウィンウィンみたいなケチなこと言ってるんですよ。ウィンウィンっていうのは、 あ,あなたもウィンで、私もウィンが良かったよねって話なんですよ。違うんですよ。昔から言うけど、ウィンルーズでいいんですよ。自分はもういらないから、お前だけ勝てみたいな。お前だけ生き残れみたいなね。師匠の精神っていうのをね、ずいぶん前に話したと思いますけども、そういうことなんですよ。うん。でもやっぱり人っていうのはあのー、自分の利益が確保されて、初めて人のためになろうと思うんですよね。もちろんそれがいけないっていことではないです。ただこれは足元救われやすいんですよ。あなたも得しますよっていうね、お誘いに引っかかりやすいんですよ。だそうではないと。自分は、 身を滅ぼしてもいいからこの活動がやってみたいとこの正直に生きていたいっていうね、えー、そこがすごく大事なんですよねでしのきくんは正直に生きているところがすごく大きいんで結局ねそこを利用されちゃうんですよね、うん、だからそこがねそういうふうなね悪意を持った人悪意は持ってないんだけどもいい人のように見えていい人じゃない人があこうね近づいてくるっていうところで「運がないよね」 っていうことなんですよねうんでねやっぱり志をいつにする人ねあのうん,なんていうか一緒に歩いてくれたりとか立ちはだかってかば、えーまあ、いやってくれる人っていうのが本当見つかりにくい決してでしょう。うんだからねそこを本当運を磨いていって出会えるようにしないといけないけどもそのためには今周りにいる自分に悪運をもたらしている人と別れないといけないっていうこともあるんですよ。 うんまあ、これがね誰のことなのか私はちょっとね新之木君の暮らしを見てないんで分かりにくいですけども「うんあのまあ、安く使われるな」って言葉のその真髄にはそ,それがありますね。うん之木君の長所と短所をね手玉に取られるような手玉に取るような人がいるんですよで。お前こういうところがあの利用されやすいよみたいなことをズバッとね伝えてくれる人っていうのは自分がそれを利用しないから言えるわけなんですよね。 でも利用してる人ってのはそれがバレたらああ利用してんのお前じゃないかって言われちゃいけないから黙ってるでしょ。こすいんですよ。こういう風なね、あのー、詐欺ではないんだけども、うんで、敵ではないんだけども、味方でもなくって、の後ろからね、銃弾を打ち込むようなこ行動をする人がビジネスの世界にはもうはびこってるわけなんですよ。ビジネスの世界だけではないです。あのー、もうこれはね、組織のあるところには味方のふりしてスパイやってるやつばかりなんですよ。 仲良くしてくれてるつもりで、人の長所とか短所とかを抜き取ってね、他の人に売り渡す人ばかりですよ。で、それで一緒にいるのに、こっちの方は儲かって、こっちの人は儲からないみたいな形ができちゃうんですよ。うん。だからね、フリーランスになるってことは、そういう人を切ることができるんで、会社組織ってのは違いますよ。 上司が美味しいとこ持ってって責任あるところは部下に振るみたいなことがもう公然と行われちゃうんですけどもただねフリーランスでやる個人でやるってことはあの濃すいやつとの付き合いを断ることができるんですよ。濃すいやつとこの付き合いを断って誠実な人とだけ付き合うようにすればそれは誠実な答えが出やすいじゃないですか。じゃあどういうふうにしてね誠実な人と付き合ってもらえるかっていうとまずはね濃すい人との付き合いがある人は付き合ってもらえませんから濃すい人と別れることと自分が誠実であるることそうすると。 あの正直大好きな人がやっぱりり集まり合うんですよねうんでやっぱりねあのずるい人ってのはずるい人でまとまるんで関係があんまり続かないんですよ。私はねそういう風に思ってますけどね。でおかげで私は一人ですよおかげさんで一 <laughs> 人どうなってるんだって感じですけどね <laughs> まあ私がね正直じゃないから正直な人が寄ってこないのか <laughs> それともね あのずるい人との付き合いしかなかったから、そういう短い付き合いで離れていっちゃったのか、それと分かりませんけどもね、えー、きっと私がねあの、正直でないからでしょう、悪いやつだからでしょう、<laughs> まあそんなオチがありながらの今回の動画でございます。じゃあまた返信ください。ありがとうございます。